ストライクです。ノーボールツーストライク。ライト方向を流しました。ファーストの左抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには3番糸井、ヒットでランナーを一塁に置いています。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ちょっと構えとは違うところに来ましたね。はい、これで2ボール2ストライクになりました。次のボールに注目です。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。タイガースチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターボックスは4番ロサリオ。チャンスが広がっています。さあタイガース点差を縮め、外の球打った、サード正面掴んだ、二塁はセーフ。サードのフィルダースチョイスになりました。さあ逆転のランナーも出塁します。さあそしてバッターボックスには福留が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、ここは同点にするためにも続いてほしいですね。なるほど、そうですね。ここは点差もありますから、クリーンアップとしての犠牲フライ。変化球打っていった、落ちた、ヒットになる、バックホームする。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース1点返しました。2対1になりました。1点差に迫りました。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。には6番バッター糸川。タイガースこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、ストレート打った、ショート取った、一塁送球、これは際どかったが一塁アウト。タイガース追いつきました。2対2、さらに三塁二塁のチャンスが続きます。さあそして打席には鳥谷が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここではしっかりつく、外のボール打った、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。タイガース勝ち越し、4対2、これでこの回4得点。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。勝ち越しに成功しています。そうですね、理想的な形ですよね。リードを取りましたが、ゲームは序盤、追加点まで行きたいところです。打順は8番梅野。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。タイガースこの回勝ち越しに成功、攻撃は続きます。西さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。やっぱり調子いいですね。結果も出てますから。引っ張った、これはサードライナー。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。3回終了4対2、タイガースが追い上げ逆転しました。3番バッター丸、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ファウルになります。ボールになります。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。糸川抑えてワンアウト。バッターボックス松山、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。内へ低めの変化球、あっという間にツーストライクです。打ちました、これはどうだ、ツーアウトになりました。バッターは5番阿部、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。さてバッターボックスの阿部、どういうバッターなんでしょうか。走力が売りのバッターですね。なるほど、そうですか。ファウルになります。この球は外れています。打ちました、セカンドうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。
反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対2タイガースがリードしています。先発のメッセンジャーがバッターボックスに入ります。まあ、分かっていると思いますけど、出塁しようという意欲を持って打席に立ってほしいですね。そうですね。変化球が決まりました。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って上本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。野村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライクを取りました。低め、これは決まった。ノーボールツーストライク。打ちました。セカンドの右抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ、点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターは俊介。まあ、バントの技術がし、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。バッター、これはどうか、サードの左抜けました。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは3番糸井、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球打ち、これはどうだ、ショートの左抜けました。これでマルチヒット、ツーアウト2塁1塁。バッターは4番ロサリオ、チャンスが広がっています。さあ、タイガース、その点差を広げていこうかというところです。ショートの左、抑えた、二塁へ送球、二塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。4回終わって4対2タイガースがリードしています。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるものなんですか。いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。これが3球目、内への変化球は決まりません。インハイ、際どいコース、インサイド、変化球外れます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。ここでフォアボールを与えました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。小宮さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。外から入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、そうですか。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体勢です。引っ張った、サードが前に来る、サード取った、二塁アウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは8番相澤、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナーは残っています。今日の先発ピッチャーはタイガースがメッセンジャー、そしてカープが野村、この2人の投げ合いとなっています。いいコースだったんですけどね。この球は外れています。コーナーをつきます。フルカウントです。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。さあ、一塁にランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。打席に立ったということは次の回も続投させるようです。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。
ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4対2タイガースがリードしています。西さん、今日は接戦となっているわけですがこの試合展開をどうご覧になりますか。まあ緊張感のある、ね、いい試合ですね。ピッチャー両投手も頑張ってますよ。そうですよね。際どいコースに送ってストライク。入れてきました。あっという間に2ストライクです。外れていきます。見逃して三振になります。ワンアウトです。打順は6番糸川。先ほどの打席で同点となる打点を挙げています。野村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さてこのところのタイガースですがここまで3連敗、連敗は避けたいところでしょう。ファウルになります。見逃して三振です。ツーアウトになっています。バッターボックスには7番鳥谷。先ほどの打席で勝ち越しタイムリーを放っています。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。インコース決まった。ノーボールツーストライクです。打ちました。ショートの横抜けた。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。8番バッター梅野。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ストライクになります。ノーボールツーストライク。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ打ちました。これはどうか。破りました。センター前。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー二塁一塁。先発のメッセンジャーがバッターボックスに入ります。調子自体は悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。変化球打った。セカンドが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5回終わって4対2タイガースがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、一打先制のピンチ。迎えるは4番松山。ランナー2人を返すタイムリー。タイガース先手を取られます。裏の攻撃、ランナー1塁3塁のチャンス。しかしバットに当たりません。詰め寄ることができません。2回の裏、チャンスの場面。しかし内野ゴロに打ち取られます。点差を縮めることができません。3回の裏、同点のチャンス。5番バッター福留、追い込まれてからのタイムリー。タイガース1点を返します。続く攻撃、一打勝ち越しのチャンス。7番バッター鳥谷、2点タイムリーヒット。タイガースここで勝ち越します。甲子園球場からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。カープ打順よく1番から始まります。バッターは田中。タイガースリードで迎える6回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね。一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ファウルになります。インサイド落ちました。ライトライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックス菊池。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。
メッセンジャー、まずは先頭バッターを打ち取っています。外れてますか。はい、ボール先行です。ファウルになります。2ボール1ストライクです。落とすボールで空振りを取りました。2ボール2ストライクです。ここもファウルです。変化球で空振りを取ります。バッターボックス丸、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナーありません。ファウルになります。膝元をつきましたが外れました。低めボール、膝元への変化球、2ボール2ストライクです。三振です。3アウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対2、タイガースがリードしています。